友情チャンネル、今日のお題は人気講師になるコツです。講師、セミナー講師とかね、まあ人前で何かを喋る、あ、じゃあ学校の先生でもいい、まあまあそれでもいいし、はい、とにかく人前で喋る時の、引き付け力、お前から見てわしの喋りはどうや、引き付けた、いや、すっごい掴むなと思います。掴む、うん、どういうところが、みんなのこう、なんだろう、ね、まったり暇な感じをギュッとこう掴む、みんなの気持ちを、いつ見た、興味を持たせる、見たことはないけど見たことないのによう言うのなんなんその適当な感じ、違う違う、いや、こういう話をしたとか、最初にこういう話をしたとか、大体どういう話をするとかっていうのをかいつまんで教えてくれるじゃないですか。そういうのとか、あとちょこっと見ることはあるし、リボンアワードなんかで皆さんの話で、皆さんの前でお話しされてる姿を見て掴むのが上手だなと思って。あ、そうか、リボンは見とるのね、うん、あのリボンの最初のオープニングがバーンと挨拶みたいな感じ、あれ何分ぐらいは喋るのかな、5分ぐらい喋ったの、いや、もっと喋ってますよね、多分10分ぐらい、10分ぐらい喋ってる、あれノープランだっけ、ノープランなんだけども結構ドーン爆笑しとるじゃん、だけあれやっぱりのっけのあのつかみ、すごく大事な、そうですよね。でもこれを喋ろう、あれを喋ろうなんて全然思わずに喋っといて、後から思う、もうちょっとあれ喋れよかったのか、ここはある、ね、付け足したいことがね、まあ、なのでね、今日は人気講師になるっていうのは人前で喋る時のコツがありますんでね、今日はこれを喋ってみたいと思いますんで、今日はこのテーマで行ってみよう。はい、こんにちは、板坂裕次郎です。こんにちは、土手かな子です。はい、今日はね、人気講師になるコツみたいなのがあったんですけど、はい、あのね、私ずいぶん前に、なんか広島吉本、ね、吉本興業が広島にもあって、その吉本の、なんかチケットみたいなのもらったんや、あの、デヨデヨかどこでやっとる、エディオンか、今、ね、エディオン、ね、で、それをもらって、めんどくさいのと思ったんだけど、まあでも、ブログのネタになったらいいかなと思って、で、まあ、広島吉本でけ、まあ広島のローカル番組出てるようなタレントさんが多いじゃん。はいはいはい。見ても、まあ別にそんな面白いわけでもないし、うん、まあまあ期待もせずに行ったんや。だから行ったら、まあ何組、8組くらい出てきたんだけど、おお、まああの、不覚にも笑ってしまった自分が、何しようやましいって思ったぐらい。いい、笑いに行きましょうよ。だから、おもろいやつとおもろないやつらが、ね。で、おもろいやつ、おもろい芸人とおもろない芸人がおって、何が違いだと思う？私は結構テンポなんですけど。テンポ、うん、テンポがいいのが面白い。で、面白い方に一歩足踏み入れた瞬間に、もう全てがこう、面白い、面白い、面白いってなるけど、なんかこう、一個踏み外しちゃうと、もうずっと自分の興味がもう面白くないモードに入っちゃって、面白いと思えなくなっちゃうんですよね。で、その差はテンポなんだ。うんうん、まあ基本的に何が違うかだったら、まあネタがまず違うよね、うん、おもろないネタやっとるやつらは何やってもおもろないけども、うんうん、まあネタっていうのは大事だと思うけど、ただその面白くないネタも面白い芸人がやったら笑わせれると思うよ、ね、うん、なぜ、なぜか、でもそれライブだから上手にこう自分たちだけでやってますっていうその距離感が、面白くない方は、自分たちだけでやってる感じがするんですよ、自分たちのやってるのをただ見てくださいみたいな、でも面白い人たちって結構こう巻き何か言ってくるわけじゃないけど、こう巻き込んでくるというか、まあ、目線だったりとか、なるほどな、だから面白くないやつは演者とこっちの観客の間に線ができてる、温度差がすごい、でも面白いやつは一体となってるという、じゃあその差はなぜできるんでしょうか。ああ、わからない、差はわからない、考えてみんや。なぜできるのか。でも入ってきた瞬間からなんで。もう入ってきた瞬間からグイッといかれる？こうなんか、わーってこう巻き込んでくる感じだと、こっちも、あー、ちゃんと聞かなきゃじゃないけど、スイッチが入る。あの、そのわしが見た時も、テレビに出とるような、芸人さんがもう来とったよ。その広島吉本じゃないけども、よそから来て、まあ、出とったけど、ああ、見たことあるっていうのもおったし、だからといって、そいつらが出てくるだけで、やっぱちょっとは違うじゃん。まあ、テンションがね。でも、全然知らんやつでも結構爆笑できたわけよ、広島。それはなんでかない。なぜ？
え、なんか一つの理由があるんですか？ある。だから面白くないネタの芸人のネタを面白いやつらがやると絶対笑いに変えれる。全く同じもので、うん、絶対できると思うよ。同じ内容で、うん、いやー、答えはですね、うん、その漫才でもやりおるっていうことは何かのシチュエーションを演じおるわけじゃんか、うん、っていうことはその役になりきれるかどうかの差なんや、うん、例えばさっきの、さっきのね、この間言ったお前がリコとのこの喧嘩みたいなのを喋るときに、うん、今リコの役やりおるんかおかんの役やりおるんかがようわからん。あ、この演じ方だったら、はいはいはい、わしらがドラマ見ながらこのクソ大根役者がみたいな、うんうんうん、って思うと感情移入できんじゃん、うん、でもあれがもうおかんはもうおかんみたいな役をもうガーッと演じてくれれば、うん、おるおるおるこういうおかんおるわって、うん、誰々の家のおかんみたいな感じがするのみたいなになれたらグイグイ入っていくじゃん、うんうんうん、わかる。ということはさっき言ったお前がステージで演者と観客の差があるっていうのは何回言ったらこっちはしれーっと見れとるわけよ、うんうんうん、そうじゃなくてもう食い気味に見てしまうドラマってやっぱり出とる役者の涙をするシーンとかなんとかがめっちゃ上手だからぐわっと見てしまうわけよ、うん、そこに引きつけられて、うん、でなんならその人の中に入ってしまうとる、はいはい、自分だったらどうだろうみたいなとか、うん、なたらだからすっごい憎まれる役をやった女優とかが嫌いになられる、うんうんうん、リアルの時も、うん、もうあの人嫌いみたいなっていうのはこの演技が上手すぎてそうなっとるはずなんよね、うんうん、ただあのヒール役をやる演者さんがもうなんかこうあんまし腹立つように見えんっていうのは演じきれてないわけ、うん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 、だからこれは芸人も一緒でやっぱり面白いやつらはもうそのおばさんにしか見えんのよ、うん、もうスイッチがカーン入ってるんですよ、ね、そうあの中川家とかがよくモノマネとかやるじゃんか、もうほんまにこういうのはおりそうな感じに見えるじゃん、うんうん、だからそれがどこまで演じきれるかなんやな、うん、そうですね、うん、だから例えば人気講師がやるになろうと思ったら、うん、やっぱり人前で喋るんだから、うん、やっぱり例え話でこういうのがあるでしょってやるときに演じれるかどうかな、そこがね。ああ、なるほどね。うん。だから、例えば、リボンなんかもそうだけど、200何人おって、こっち一人だ。うん。だから、200何人言ったら、目で言うたら400個、500個ぐらいの目がこっち見えるわけじゃんか。うんうんうん。それに、ビビってしまうから、もう、アウトね。その時点で。うんうんうん。そうやろ？それを、逆手にとって演じきれるだけの、役者感がないとダメだ、うん。そうですね。まあ、去年のリボンなんかはもうね、一人ずつ発表者がバーン出て最後わしが登場なんだけど、やっぱりその時はちょっとスポットライトの当たり方がちょっとええ感じだったっけ、うん、パーンスポットが当たった時パーンとパンツ一丁なったじゃん。あれなんかも、250人の前でパンツ一丁なれるというこのこれなんでなれるかやったら全員を飲み込んどるっけ。いやー、そういうことです。恥ずかしいなんて思ったらできんけ、うん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 、わかる。だから人気講師になっていこうと思ったら人前で恥ずかしいとか思ったらもうまずできん。まあそれはそうですね。どこまで演じきれるか、うんうん、わかる。だから例え話するんだったら例え話したこの人物になりきれるかどうか、うん、わかる。わかる。だからそれができないとまずは人気講師なんか絶対なれんけ、うん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 、だから、まあ、そういう目でテレビの芸人さんたちを見たらよくわかるんだけども、まあなりきって本当にその人たちのように見える、うんうんうん、その心の葛藤とかを表情に出して笑わす芸人とかいっぱいおるね、うん、でもそれがそのように見えんと冷めるじゃん、はい、感情移入ができないですね、うん、だからやっぱり感情移入をどこまでさせれるだけの役者になりきれるか、うん、はい、これがねやっぱり人気が出るか出ないかの差だと思う、うん、だからもう本気で受けて笑わそうと思ったらやっぱりそこまでの演じきるだけの力がないと、だからまあそれは私別に役者の勉強したわけでも何でもないけども、ただただ唯一これだけはあるのは絶対に観客に負けないって思ってるけ、あ、うんうん、絶対飲み込むって、はいはいはい、だから恥ずかしいとか
全くない。そうですね。あの中途半端にやる方が絶対に恥ずかしいもん。そう、見てる方も恥ずかしい。サブイボが立つやん、うん、もうやめていいよって、うん、あれを完璧にやりまとった方が、どっちかですよね、極端にも行くか、うん、やめるか。今英語で言ったんだけど、あのね、10のものを10で表現したら、うん、見とる方には5しか伝わらんけんね、うんうんうん、だから人前でもし何かやるんだったら、あった事実をあった事実のように伝えちゃダメない、うん、あった事実を3倍増しぐらいで、あ、そうですね、極端なオーバーぐらい、うん、特に人前だからね、そうそう、ドカーンと、はい、絶対そんなことせんよいぐらいドーンと大きくやって、うんうんうん、でもそれぐらいやると初めて10のことが10で伝わる、うん、だから10のことを10で伝えたら5になるんだから、うん、10のことを30ぐらいで伝えねえよだ、うんうんうん、これがねやっぱりこの人を引きつけるトーク力だと思うね。そういうことですね。だから芸人さんとかもドーンと来るわけですね。そうそう、だからまあ売れっ子の芸人たちっていうのは、一つ事実がこうあって、それもう一回輪をかけて、もう一丁輪をかけてみたいな、そこまで絶対ないじゃろっていうようなとこまで持っていく、うんうん、だからそれがやっぱりね絶対に必要ですね。はい、まあなのでね、これ人気講師になるっていうのは、まあこの YouTube を見ていただいている皆さんの中には絶対にこの人前で喋る仕事をしとる人がおると思うんで、これ絶対参考になるからね、うん、はい、まずは、今日ミッションを持ってきましたので、うん、人気講師になるためのコツのミッションはこれです。はい、ということで今日は人気講師になるコツなんですけども、はい、まずは1個目は、観客のパワーに負けたらもう終わりです。ね、まあ観客なんてこんな感じやけんね、最初はこんな感じ、うん、うわ、それにうわやりにくいわって思った時点でもうアウト。何でしたっけ、全員を見渡すんでしたっけ、一回。そうそう、一回こう見てね、今日の赤い服は何人おるのとかっていうぐらい余裕を持って一呼吸置いて喋る。何もなくてこうやって 見渡せれたら見渡せれんけ、うん、やっぱり今日赤い服何人おるか、うん、今日1、2、3人かな、よし出てって、お、 4おるじゃん、うん、でこっちはそういう目で見てるけど、向こうはなんかすんごい余裕で見られてるなみたいな感じする。誰か探しとんかなみたいな。そうそうそう、ね、だからまずね、パワーに負けたら終わり、ね、うん、で2つ目は、その役を演じ切る、うん、その役を演じ切る、もう中途半端に恥ずかしがったら終わりじゃき、うん、そうですね。でミッション3、その3つ目は、10のことを10で表現したらダメですから、10のことをやっぱ30ぐらいでオーバーで表現して、初めて伝わるとき10で伝わりますからね、うん、いいですか、ね、まあ、この3つ、この3つをねまずやるだけで、はい、同じセミナーやっても人気な講師と人気のない講師に分かれますから、うん、まあこれを聞いてね、すぐできるかやったらできんかもしれんので、そうですね、まあ一回僕のとこ来た方がいいっすよ。うん、僕のあのセミナーを文字起こししとくするとかやったら、うん、絶対勉強になりますから、うんうんうん、ぜひいらしてください、はい、今年はもうないんですけど、来年やりますから、来年 ね、わかりました。はい、はい、ということで今日の関連動画、はい、まあ喋りのテクニックみたいな、ね、そういうのありましたね、いろいろありますね、うん、はい、ではチャンネル登録こちらです。はい、ということで皆さんね、あと年末まで、あとちょっとですけども、そうですね、頑張って乗り切っていきましょう。はい、はい、今日はここまでです。またね。